あんたが春日さんか？浜の駆け込み寺の春日一番さん。ああ。よかった。あんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだ。いや、それが。俺は見ての通りヤクザ上がりでよ。嫁とガキが二人、上は来年小学校だ。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキには真っ当な暮らしをさせてやりたくてよ。あんたを頼れば俺みたいなのでも真っ当な職に就けるって聞いてきたんだ。頼む、仕事回しちゃくんねえか。すまねえ。は？実はよ、俺がここをクビになっちまって仕事紹介できなくなっちまったんだ。え？頼ってきてくれた奴にそれを知らせたくてここで待ってたんだ。本当にすまねえ。嘘だろ。俺はどこ行っても門前払いされて、もう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ。藁にもすがる気持ちでよ。なのに、その本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。そんなバカな話あるかよ。変な期待持たせやがって。人を追うところでもいい加減にしろよ。おい。すまねえ。本当にすまねえ。畜生が。ちょっと、春日さん、お疲れ様です。すみません、お騒がせしちまって。ああ、いや、あの、申し訳ないんですけど、俺がもうここに勤めてないって張り紙とか出してもらえないですかね。多分俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それってヤクザが来るってこと？元ヤクザです。お願いできますか？多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。わかった。こっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからね。よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね。何？喧嘩してたわけ？指揮試合でやめてくれるかな、そういうの。すいません、もう行きますって。佐々木どこ行くか事情説明しねえとな。
どうも春日さん。急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ、俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。これからどうすっかな。カスがいるか。アダチだ。俺もいるぞ。アダチさんにナンバー？急に悪いな。今ちょっと時間あるか。時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい。そいつはごちそうだ。いただこう。で、どうしたんだ。ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくれる奴がいるかもしれねえからよ。で、どうだ。そういう奴に出くわしたか。最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか。けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、青龍会がきな臭い動きを見せてる。青龍会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言えやそれが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか。2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。ああ、だが問題はその後だ。最近になって東条会や近江から放り出された元ヤクザたちが青龍会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに青龍会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて青龍会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを青龍会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。は？どうやら佐々木も青龍会に行ったらしいんだ。佐々木が？
職をなくして相当こたえてたからな。堅気としてやってくことを諦めちまった、その可能性は正直否定できねえ。佐々木が清流会に行ったって情報は確かなのか？ああ、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ敵としてやってこって腹くくったんだ、俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろ、清流会事務所。付き合うぜ。でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手がわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ、あれだよ、あれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。おい、なんだよありゃ。いや、物干し竿がなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。どうだよ。たく、頼むぜ勇者様、頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。確かにお前はそのなりが似合ってる。何の因果かまたこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れ縁つんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ、ナンバー足立さん。世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。おうよ、おっしゃ。ママ、あの人たち何してるの？あっち来なさい。しかし懐かしいな、そのバット。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。はあ、そうそう、俺と足立さんじゃ抜けなくてさ、こいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよ。これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつ頭大丈夫かって思ったもんだ。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。ああ、そうそう、それだそれ。相変わらず決まってんな、勇者様は。
おいおいおい、楽しそうなおっさん3人組だな。遊ぶ金貸してくれね。金ならないぜ、俺たちはいつだってな。こんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけねえだろが。嘘ついてんじゃねえぞジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい勇者さん、その聖剣で久々にモンスター退治と行くか。そうだな、久々に行こうぜ。ナンバー足立さん。おう、泣きさせても言う。勝ち行こうぜ。の、おい、こいつら変身したよな。はあ、何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか。勇者になったら敵が変身したとかなんとか。ああそうだった。思い出は結構だが妄想はほどほどにな。なんだよ、俺だけかよ。まあいいや、こっちの方が面白いからよ。頑張りますか。ああ、よし、やるぜ。おい、お、おう、ありがとうございます。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いえ、またこうやってみんなで立ち上がる日が来るとはな。最強のパーティー再びだな。その最強パーティーの中身は全員無職のおっさんだけどな。細かいことはいいんだよ。俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところマジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。おめえらといるとほんと退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ、勇者よ。おう。かかってこい。
やりたい気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。人生これ成長ってな。体調万全だぜ。謝罪するまでこいつの目線ができてるぜ。俺の番だ。ほら、頑張りますか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。そんな目で見てんじゃねえよ。やってやるぞ。分かってきやがれ。俺の番だ。ないアナだよな。すげえ、本物の女子アナだ。生で見るとマジで美人だな。どうもありがとうございます。ではちょっと待ってよ。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。そんなことより彼氏とかいるな。ねえ、俺たち立候補してもいいかな。俺とこいつどっちが好き？ねえ、急いでますので。それでは。
おいおい、芸能人気取りかよ、つれねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人、アナウンサーなのか。絡まれてるみたいだし、助けてやろう。おい、お前ら、嫌がってるじゃねえか。え？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。俺らには喜んでるようにしか見えねえけど。なあ。その子が喜んでるように見えんなら、それがてめえらが嫌がられる原因だな。だとおっさん、俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するならぶち殺してやる。ふかしてんじゃねえぞ。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。受けてみな。頑張りますか。なんなんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。すいませんでした。ふう、しょうもねえ連中で。大丈夫かい。はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんたアナウンサーなのか。はい、私 TBS アナウンサーの宇内梨沙と申します。俺は春日だ。春日一番、よろしくね。しかし有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いや、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の街とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事か。あ、はい、今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい、 TBS ラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？あー、俺そういうの疎くてよ。でも家にラジカセはあった気がするから、ラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで、聞いてみてください。どんな内容なんだ？ゲームとか映画、音楽、漫画まで、いろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。私が出るときはゲームの話が多いですね。私ゲームが大好きなもので。へえ、ゲーム好きなのか。俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。へえ、勇者に。そうですか。いいですね。ちょっとヤバい人なのかしら。けど最近はゲームも全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大したことはしてねえよ。じゃあな、うないさん、気をつけていけよ。あとラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました、春日さん。ラジオか。久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。あとスマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。せっかくの縁だし、ちょっと入れてみるかな。
調子いいぜ。まあな。おう。はい。いえ。そうか。ん？え？これ橋の下に穴が見えるだろう。あれが入り口だ。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。もう限界だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで頑張る。
体調万全だぜ。おお、本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ああ、間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある、うん、用心しろよ。元の生活には勝ち行こうぜ。俺の番だ。頑張りますか。
敵の活躍だな。コツつかめたんじゃねえか。俺もまだ若いね。大人の渋みが出てきたぜ。やりたい気分だぜ。人生これ成長ってな。開けてみるか。開いたぜ。あるのか。舐めるな。やってやろうぜ。ぶちかます。出番が来たな。ねえ、どれ。
ヒロの活躍だな。やってやろうぜ。出番が来たな。頑張り行くぜ。絶好調だ。忍び込めたみたいだな。ここは青龍会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。おい、てめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃやるしかねえな。さあ気合い入れていこうぜ。足立さん、ナンバー、ちょうどイライラした。さあでやりますか。頑張りますか。やるのかい。よいしょ。くそ、完全に行くぜ。出番が来たな。ほっ、ぶちかます。こっち見ろ。ほら、
あれだけ派手に暴れたんだ。連中、血相変えて追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろう。このまま会長室まで突っ走るぞ。ぶっ殺してます。やってやろうぜ。頑張りますか。退屈な野郎だ。こうやるぞ。ほら来い。どうした。どうこっち見ろ。ガンガン行くぜ。やろうぜ。渋みが出てきたぜ。
いいね。うめえな。そのネスト気に入らねえ。さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。出番が来たな。やんのかい。必殺。じゃねえか。行けそうだ。開けてみるか。やったぜ。絶好調だ。
り放題暴れやがって。この清流会に土足で踏み込んだ落とし前、きっちりつけてもらわんとな。たく、会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。ありゃ相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。この手でひねり通して準備はできてるぜ。よし、やるぜ。かかってきな。おい、受けてみな。ぶっ飛べ。守りの過程野郎だ。叩いて倒れねえ相手なら投げて崩すってのも手だぜ。黙らせてやる。気をつけろ、でかいのが来そうだぜ。ふん、あれ、出番が来たな。なんだろう、攻める気だ。俺の番だ。ガツンと行くぜ。いっぱいやりたい気分だぜ。人生これ成長ってな。ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、先方の条件を飲んでいい。
以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。俺らのことは高部から聞いてるってとこか。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、青龍会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今かしら。随分なスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大解散の混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が青龍会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛み入るぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。青龍会を預かる身としては、私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは。存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、青龍会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊五年条項だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、まもなく到着しますよ。
ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。ゴミ？ゴミといっても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの、例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴、学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産、そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場。ええ、近江連合と東上会の大会3号、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間、理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には、本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ？木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についてもですが、我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意思、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけ。ませんか。春日さん、足立さん、佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと
清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは堅気のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか。正直こんなドーンとやってくれんなら俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ海老名さん、あんたと清流会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん。確かに受けたまわりました。春日さん。うん。もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。俺に？いや別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。まさか。久しぶりだな、一。沢城の頭。